片山敏彦11月5日から1961年10月11日は、詩人、文学研究者、ドイツ文学者、フランス文学者、ロマン・ロラン、ヘッセ、リルケ、ハイネ、ゲーテラの翻訳も多く、著作集、全10巻がある。1898年11月5日、高知市帯山地に生まれた、医師の父徳寺、母歌、 姉助スケ坂江との4人家族であった。1905年、高知市立第三人上小学校へ入学。1911年、高知県立第一中学校に進んだ。多感で、市に惹かれ、短歌を投稿するなどした。1916年、岡山市の第六高等学校第三部に入学した。西欧の哲学、文学を単独した。1919年、 高校卒業後、文学を志して上京した。同人雑誌を出した。1921年、東京帝国大学ドイツ文学科に入学。この頃、高田博厚、高村光太郎、尾崎喜八郎を知った。1923年、斉藤智子と同棲し、翌2月結婚した。ロマンロランに浸水した。1924年、大学を卒業し、 厚生大学余科ドイツ語専任教授となった。母没。高村、高橋元吉、高田、尾崎らと雑誌大街道を創刊し、またゲーテのエッカーマンとの対話の翻訳を雑誌富士に載せた。1925年、ロランとの文通を始めた。上記の仲間らとロマンロランともの会を作った。油絵を美術展に出品した。神構え。 疎開を除き修正済んだ。1926年、ロラン生還60年記念のスイスの出版に、独文を寄稿した。倉田百三と交際した。1928年、高村、高田、尾崎らと雑誌、東宝を始めた。1929年、4月に出港し、6月から翌々年3月までヨーロッパに滞在した。パリでは、ビルドラック、 ニューアメルラと交わり、また、スイスに住んでいたロマンドランを訪ねて、地遇を得た。ドイツでは、シュテファン・ツバイクを訪ね、アルザスで、シュバイツアーに会った。1931年、と伏してきた高田博厚を、ロマンドランの元へ連れて行く。1932年6月、第一高等学校講師となり、ドイツ語を教えた。1933年1月。 妻を失った。4月、厚生大学文学部講師となった。1935年3月、討没。菊池愛子と再婚した。雑誌、世代を発行した。1938年2月、第一高等学校教授となった。1945年4月、その職を辞し、6月、群馬県北軽井沢に空襲を避け、栄養出張となり、戦後の10月、 小室近在の詩を奈良に疎開した。1947年1月、杉並の自宅に戻り、3月から1年間、東京大学ドイツ文学科の講師を務めた。1949年、日本、ロマン・ロランの友の会発足に伴い委員長となった。ミスズ・書房版、ロマン、ロラン全集の監修、翻訳をしている。1952年、 フランス政府文化施設として来日した、デュアメルの歓迎委員になった。1956年9月婦人没。1957年と1958年、高知女子大学で集中講義を行った。1959年、雑誌、表彰が片山敏彦官暦記念特集号を組んだ。1960年4月、小山藤雄、高田博厚。 武者の工事さねやつらと美術展を開くなど、抽象性の強い絵画を多く描いた。1961年、前年秋から肺がんに侵され、4月東大病院へ入院。闘病を経て、満63歳を前に10月没した。刺繍、解説、宇佐美英二、ロマンロラン解説、清水茂ドイツ刺繍解説、川原忠彦、観覧の素予義試論。 詩人論1解説、村上光彦、さまよえる、客詩論、詩人論2解説、長谷川四郎、青空の目芸術論集解説、山口光男、小比較文化、比較文学論解説、佐々木綾を、雲の旅三文詩、回想解説、森本達夫、自分に言う、言葉日記賞解説、青木弥生、書簡集、日本近代文学関連史 第14号2019年3月間、公益財団法人日本近代文学館、2019年9月15日閲覧、片山俊彦文庫、公益財団法人日本近代文学館、2019年9月18日閲覧。ありがとうございます。